写真整理、スライドショーの設定などにアルバムを追加すると便利です。写真をタップします。編集をタップし、追加をタップします。新規アルバムに名前を付け、保存をタップします。写真を新しく作成したアルバムに追加します。 写真を選択します。複数の写真をタップして選択できます。選択し終わったら、完了をタップします。新しく作成したアルバムに選択した写真が追加されました。写真は元のライブラリと共有されています。